もちさん、もちもち、もちもち、みのです。人見知りで恥ずかしがり屋は同じだよ。多分もちさん以上じゃないかな。人見知りで恥ずかしがり屋は。この間連絡くれて嬉しかったです。ありがとうございます。そしてもう行っちゃおうかな。つばきちゃん、つばきいつもありがとう。ごめんね、何回もコメントをさせてしまって。このロマンチックミの新春特別ロングバージョンパート2なんですけど、昨日から何回やってもうまくアップロードできなくて、もう撮り直しちゃおうかなと思って。ごめんなさい、もう一回やるからね。で、前回の撮り直す、失敗した動画をご視聴できた方たちは、ラッキー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 っていうことでよろしくお願いします。でもう一回あれだね、りょうくんもコメントせっかくくれたのに、またごめんね。あとたちまるくんもごめんなさい、りょうくんなんかずっとすごい長いんじゃないかな、俺に連絡くれるのは。すごい長いよね。ありがとう。そして、ツイッターのアイコン、美濃軍曹のツイッターのアイコン作ってくれたっていうか、オムライスにケチャップで美濃軍曹ペロリンチョって書いてくれたオムライスを見せてくれたのは、ツンデレまさみさん。まさみさん、本当にありがとうございます。そして、去年2012年、ツイッターのフォローされてびっくりした人は、ロノクロのセツキさん、バンドロノクロのセツキさん、ありがとうございます。そして、美濃軍曹の真似をして、実況プレイを上げている方々、美濃軍曹のモノマネなのかな、美濃軍曹風実況プレイを上げている方々、こんばんは、はじめまして。ちゃんと見てますよ。どうでした、やって後悔してないですか。なんか見た感じ全然、個人的にはもう個人的にはお前ちゃんとやれよやらー的な敵を倒しても倒されても「ふぅ!」しか言ってないんだもん。俺そんな夫婦言ってないぜ。やるならしっかりやれ。いや、どんどん真似していいんですよ。また言うけどどん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 真似していいですよ。嬉しいから真似されて、いくら真似したってね、これみんな分かってると思うけど、引き出しすごいあるから、全然いいよ真似して。いいんだよ。あとは、プレイステーション3の方にもう、いっぱいメールをいただいてるんですけど、すごい長い丁寧な文とかいっぱいあるんで、本当にそういう方々たちも本当にありがとうございます。
そして YouTube のダイレクトメッセージでは、心の病を持っている方々とか、体の不自由な方たちとかからの応援メッセージも、いただきました。本当に、ありがとうございます。2013年 もう自由に頑張ります。あ、頑張りますっていうか、頑張ってくださいってよく言われるんですけど、頑張ってないです。あと、ファンにすごい大事に、ファンを大事にして、優しいですね、すごいですねって言われるんですけど、頑張ってないし、すごくないですよ。好きでやってるわけだから。全然無理してないですよ。本当に嬉しくて、本当に感謝します。あと何喋ろうかな。あれ、俺の ID の語尾にある SW なんだけど、よくちょめちょめさんのファンなんですかって言われるんですけど、わかるでしょ。SW はスワッカーっていうストリートブランドのロゴロゴです。恵比寿と原宿にあるフェノメノンとか、侍に乗ってるスワッカーっていうブランドね。わかんないか。だいぶ前にすごい好きでよく着てて、今は全然着てないんだけど、それです。じゃあ今からどうしようかな、サイレントヒルの、撮影入ります。弾けちゃうぞ。じゃあね、最後までご視聴ありがとうございました。チャオ。